皆様、まもなくドアが閉まります。携帯電話を含む全ての電子機器は機内モードなど電波を発しない設定にするか電源をお切りください。後ほど客室乗務員が皆様が搭乗券に記載された座席に着席されていることを確認してから出発いたします。お早めにお席にお着きになりシートベルトをお締めください。皆様、改めましておはようございます。アイベックスエアラインズ37便、失礼いたしました、アイベックスエアラインズ42便、ANA3142便、大阪伊丹行きをご利用いただきましてありがとうございます。この便はアイベックスエアラインズと ANA のコードシェア便でございます。シートベルトは緩みのないようしっかりとお締めください。この便は全席禁煙です。通路、化粧室でのタバコは固くお断りいたします。携帯電話を含む全ての電子機器は通信用の電波を発する状態での使用が禁止されております。非常口座席にお座りのお客様には緊急脱出の際の援助をお願いします。ご協力をお願いいたします。この便の機長はジャコブス・ハウイジャー、客室の責任者は岩田でございます。ご用がありましたら遠慮なく客室乗務員までお知らせください。引き続きご案内いたします。アイベックスエアラインズではお客様に安心してご利用いただけるよう新型コロナウイルス感染拡大に対する取り組みとして機内での毛布の配布、シートポケット内の機内紙の搭載を取りやめております。また機内ではマスクの着用および会話を控えていただくなど感染拡大防止にご協力をお願いいたします。続きまして国土交通省厚生労働省からのお願いです。感染症拡大防止のため皆様お一人お一人の咳エチケットや手洗いなどの実施がとても重要です。ご協力をお願いいたします。ただいまから非常用設備についてご案内いたします。客室乗務員をご覧ください。手荷物は座席上の物入れまたは前の座席の下にお入れください。離陸・着陸の時は座席のリクライニングとテーブルを元の位置にお戻しください。離陸・着陸の際また座席にお座りの時はシートベルトを緩みのないようしっかりお締めください。外す場合には金具の片方を持ち上げてください。機内に酸素が必要な状態になると酸素マスクが降りてきます。マスクを顔に強く引き寄せ鼻と口に当てゴム紐を頭にかけてお使いください。ゴム紐の端を引くと長さの調節ができます。非常口はただいま客室乗務員が示しているドアと窓です。お近くの非常口をお確かめください。脱出は乗務員の指示に従ってください。手荷物は一切持たないでください。緊急脱出時の撮影は禁止されています。救命衣は皆様の座席の下にあります。救命衣を広げ頭からかぶります。紐を腰に巻いて留め具を差し込みしっかりと締めてください。前の引き手を強く引くと膨らみます。膨らみが足りないときはゴム管を吹いてください。救命衣は脱出の際ドアの近くまたは翼の上で膨らませてください。安全のしおりが座席のポケットにありますのでご覧ください。何かご質問がありましたらお尋ねください。座席のリクライニングとテーブル、
ちらエンターテインメントサービスアイベックススカイエンターテインメントはお使いになれます。接続方法など何かご質問がございましたら客室乗務員にお尋ねください。またアイベックスエアラインズでは宮城県の特産品やアイベックスオリジナルグッズの申し込み販売を行っております。カタログやハガキをご希望のお客様はお知らせください。皆様、最終の着陸体制に入りました。シートベルトは緩みのないようしっかりお締めください。お使いになりました座席のリクライニングとテーブルを元の位置にお戻しください。手荷物は前の座席の下に置いてください。化粧室のご使用はお控えください。まもなくアイベックススカイエンターテインメントは終了いたします。皆様、ただいま飛行機は車輪を戻しました。まもなく着陸いたします。シートベルトをもう一度お確かめください。ベルト着用サインが消えるまでシートベルトを締めのままお待ちください。物入れを開けた時に中の手荷物が滑り出る恐れがありますのでお気をつけください。この飛行機の天井は低くなっております。お席をお立ちの際は十分お気をつけください。この先通信用の電波を発する電子機器もお使いになりますが携帯電話での通話はお控えください。皆様、今日もアイベックスエアラインズと ANA のコードシェア便をご利用いただきましてありがとうございました。今日は感染症拡大防止対策にご協力をいただきましてありがとうございました。飛行機を降りる際に前のお客様との間隔をお分けくださいませようお願いいたします。次のご搭乗をお待ちしております。空港より先も目的地までどうぞお気をつけていってらっしゃいませ。